全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はキドじゃ。ということで今回はポケモンクイズを出題しようと思うぞ。今回のクイズはこちら、説明文でポケモンの技名を当てるクイズ。ということで、ポケモンの技には説明文が必ず記載されておるんじゃが、その説明文からポケモンの技名を当てるクイズとなっておるぞ。出題範囲は最新作ポケモンスカーレットバイオレットからじゃな。ポケモンの技をよく理解しておる諸君らであれば簡単に答えられるはずなんじゃな。ルールの説明をするぞ。これから出題する問題に正解したらポイントゲットじゃ。制限時間は1分で、時間ごとにヒントが表示されていくぞ。正解した時にゲットできるポイントはノーヒントの場合20ポイント、ヒント1の場合15ポイント、ヒント2の場合10ポイント、ヒント3の場合は5ポイントじゃな。ぜひともクイズに挑戦してコメントで獲得したポイントを教えてくれると嬉しいんじゃな。全部で5問出題するので、全問正解100ポイント獲得目指して頑張るんじゃぞ。それでは早速クイズスタート。月のパワーを借りて相手を攻撃する、相手の特攻を下げることがある。さあみんな、この説明文で技名がわかるかな。ここで答えられたら20ポイントゲットじゃぞ。技のタイプはフェアリータイプじゃな。ここで答えられたら15ポイントゲットなんじゃの。特殊の攻撃技、威力が95で命中が100じゃぞ。ここで正解すれば10ポイントゲットじゃ。覚えるポケモンは羽ばたく神やアローラキューコンが有名じゃぞ。最後まで諦めるな。ここで正解すれば5ポイントゲットじゃぞ。正解はムーンフォースじゃ。みんなは正解できたかな。守りを捨てて相手の懐に突撃する、自分の防御と特防が下がる。さあみんな、答えがわかるかな。ここで答えられたら20ポイントゲットじゃぞ。技のタイプは格闘タイプじゃぞ。ここで答えられたら15ポイントゲットなんじゃの。物理の攻撃技で威力が120、命中が100じゃの。ここで正解すれば10ポイントゲットじゃ。ウーロースやルカリオなどが覚えるポケモンじゃぞ。最後まで諦めるな。ここで正解すれば5ポイントゲットじゃぞ。正解はインファイトじゃな。みんなはもちろん分かっておったよな。重たい体で相手にぶつかって攻撃する、自分が相手より重いほど威力が上がる。少しずつ難しくなってきたが、頑張って答えるんじゃぞ。ここで答えられたら20ポイントゲットじゃぞ。
技のタイプは鋼タイプじゃな。ここで答えられたら15ポイントゲットなんじゃな。物理技で威力は状況によって変わる。命中は100じゃぞ。ここで正解すれば10ポイントゲットじゃ。翡翠ヌメルゴンやヘイラッシャなどが覚える技じゃな。最後まで諦めるな。ここで正解すれば5ポイントゲットじゃぞ。正解はヘビーボンバーじゃな。そろそろ答えられなくなってるトレーナーがありそうじゃな。思念のエネルギーをまといながら相手にぶつかっていく。自分の防御を上げる。少しずつマイナーな技になってきたからみんな注意じゃぞ。ここで答えられたら20ポイントゲットじゃぞ。技のタイプはエスパータイプじゃな。ここで答えられたら15ポイントゲットなんじゃな。物理攻撃技で威力が70、命中が90じゃぞ。ここで正解すれば10ポイントゲットじゃ。この技は怪ししぐらいしか覚えないみたいじゃ。最後まで諦めるな。ここで正解すれば5ポイントゲットじゃぞ。正解はバリアラッシュじゃの。かなり難しくなってきたからみんなついてこれるか心配じゃの。強い3を相手にかけて攻撃する。相手の特防を下げることがある。さあラストの問題頑張って答えるんじゃぞ。ここで答えられたら20ポイントゲットじゃぞ。技のタイプは毒タイプじゃ。ここで答えられたら15ポイントゲットなんじゃの。特殊攻撃技で威力が40、命中が100じゃな。ここで正解すれば10ポイントゲットじゃ。アーボックやストリンダーなどが覚えるぞ。最後まで諦めるな。ここで正解すれば5ポイントゲットじゃぞ。正解は妖怪液じゃ。もう全然使ったことがない技なんじゃの。ということでクイズ全問終了じゃな。ポケモンマスターを目指してる諸君らであれば当然全問正解したと思う。ぜひともコメント欄で獲得したポイントを教えてくれると嬉しいんじゃな。これからもポケモンクイズを出題していこうと思うので、その時はぜひ参加してくれると嬉しいぞ。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。